はい、どうも、聞こえてるかどうかわかりませんが、マキエです。今日からね、ちょっとずつではあるっていうか、なんかもう動画のネタがあんまりない時とかにやるかもしれない、シリーズ。マキエの、帰り際、もしくは普通に運転してる時にある、たまにある雑談日記でございます。はい、なんだこのクソ動画。まあちょっと流しな感じでちょっと聞いてもらえればいいかなとは思います。てか音とかでなんか地元っていうかもう住所特定とかされたら怖いんで、その辺はなんとか考慮しつつうまいこと立ち回っていこうと思います。でね、今日何を話すかっていうと、2つ話そうか。じゃあ1つはちょっとお盆休みが近いっていうことだね。あとちょっと近々やるちょっとイベントではないけど、ちょっと僕が楽しみにしていることを話そうと思います。じゃあまずお盆休みからだね。まあお盆休みね、近いってか、あとね2日、僕はあと2日後、今8月の9日なんだけど、そのなんだっけ、2日後、だから11日から始まって、で日曜日に終わるんだよね。で日曜日に終わって、まあそこからまた仕事なんだけど、その5日間あるんだわ、あるんだけど、5日間何をするかっていうと、まあ寝てるね。うん。あ、でも、動画のね、ちょっと投稿のを頻繁にしたいかなとは思ってる。ちょっと、頻繁って、お前が言うかとは思うかもしれないけど、ちょっとできるだけね、何かしら面白いのを上げていこうと思います。で、ちょっとさすがにガチャ動画ばっかだとつまんねえと思うから、ちょっとお出かけした時のね、なんか自然の光景とかそういうのもなんかできる限り、撮ってはいきたいとは思う。なるべくね、特定されない限りで、なんか めちゃめちゃ前の変なクソ動画みたいな感じのを、開けていくんで、もしよかったら見てください。で、また別のね、お盆休みで、お盆休みね、何があるかっていうと、ちょっとね、まあなんかそのくじとかそういう系のはないんだけど、あのやっぱりそのね、どのご家庭にもあると思う、そのね、今までお世話になった方がちょっとね、天に行かれて、でそこで帰ってきてね、また供養すると、供養するの供養するんだよね。うん、多分。それなんだけど、まあ、それが、まあ、私のうちにもありまして、まあ、そこでちょっとね、ちゃんとそこで、今までお世話になった分を返せていけたらなとは思います。まあ、ちょっとしたお祈りっていうか、あれもあるんだと思うけど、いつも助けてもらってるから、ちょっと守護霊みたいな感じでいてくださってると思うし、その辺の感謝も込めてね、ちょっと、なんかお盆はそういう意味でも楽しんでいきたいっていう気持ちもあるんでね、一緒にいるっていう意味で、自分、長い休みだからっていう意味じゃなくて、なんかその今までお世話になった方々も一緒にいるよっていう意味で、ちょっと楽しく過ごしていきたいなとは思う。で、じゃあちょっと二つだね。二つ目いこう。もう早速だけどね。いやね、言わして、あの、8月27日、ね、ちょっと一番くじ調べてる人ならわかると思うけど、いや、てか、ドラネコがうるさい。ちょっと待って、これ聞こえてないよね。まあ、いいや。多分聞こえててもあんまり、だとは思う。まあ、聞こえてなんか言われたらやばいわ、ちょっと。あなたは何々の車ですね、なんて言われたら。本当に？あ、終わるよ？あ、ってなるから、ちょっとその辺は防いでいきたい。だから、なんかね、もし分かった方がいたら、ね、ちょっと防いでいただきたいな。もしくは、Twitter の DM に突してきてください。はい。Twitter のやつ分かんないと思うけど、多分、マキエって調べは出てくると思う。うん。だからその辺は、なんとか、なんかやってください。はい。で、はい、本題に戻るよ。本題に戻ると、一番くじね。まあ、ちょっと僕がパッと今思いつく限りで言ったら、ウマ娘の第2弾の、ね、くじ、北さんと、あと、大ちゃん、大也ちゃんの、北里って、まあ、北さんっていうのおかしくない、なんか。北ちゃんって言え。まあ、ということでね、北里の、ね、多分タペストリーとかがあったのかなの一番くじと、いや、ワンピースフィルムレッドの、なんか、めちゃめちゃショーが多い一番くじもあるから、そこも引いていきたい。しかもっていうか、ちょっとお盆休み中にできればちょっと友達とね、それあのフィルムデート見に行きたいと思ってるから、ちょっとその辺も踏まえてね、見てから引きたい、そして引いて神引きをしたいから、ちょっとねそこら辺も狙っていきたいんだけど、お金が足りるかなっていうのがちょっと怖いで、あでってかさ、あの一番くじ結構ね引いてんだけどさ、動画にしないのよ。なんでしないんだろうってさ、もう、うん、ちょっと本当にね、多分そのくじとか、今週ゲームセンターとかで取ったプライズ景品とか多分やれば、死ぬほどネタあり余るんだけど、ただの、なんかオタクみたいになるけど、まあ、だってネタはあり余ってるけど、なんかネタにできるものを、なんか、あー、みんな来てよー、みたいな。
じで、ちょっとね、動画にしないから、そこが悪いとこだなぁとは思う。だからちょっとその辺ね、一番くじ引いてるところを動画にするわけじゃないけど、ちょっとね、何かしらくじとか引いたらその辺ももう、なんかできる限り上げていきたいなぁとは思います。ね。まあ、ちょっとね、どうしよう、まだね、帰り道まだね、真ん中ぐらいなんだよね、まだ。遠いんだよね、結構。結構遠いから、やばいし、しかもこれ、録画止められないから、ちょっとね、危ねえ、ぶっちゃけ。こんな喋りながら運転してんじゃねえよって感じだよね。まだ、ぶっちゃけ、まだ初心者ドライバーなんでね、そんなこと何してんだってほんと。ちゃんと運転しろよって。で、横断歩道の前だとちゃんと警戒しながら、ちゃんと行きましょうということで。で、警戒しながら行きましょう。いやーね、あ、でもね、普通さ、普通の人間っていうか、その普通の人って、だんだんさ、家帰るっていうか、そう、なんて言うんだろう。午後だとさ、仕事終わりとかだと、みたいな感じになると思うんだけど、なんでこんな元気かって。いや俺ね、家に帰るワクワクが半端ないんだよね。いや早く家帰りてーって、その気持ちが強すぎてちょっと興奮気味になっちゃってる。やばい。そこはいいとこなのか悪いとこなのか否定しない、わかんないけど、俺的にはいいとこだと思ってる。なんて家族が待ってるから、行くぜおい、会いに行くぜおい、マジで。なんだこれ、この動画何、本当に俺は何を話してるんだ。まあね、でも、言うてね、そう、今、まあ、パッと言うけど、まあ、明日行ったらもう、またしばらく5日間休みながら、楽しんでいきたいし、動画も投稿していきたいし、まあ、いろいろしていきたいと。まあ、語彙力がファイブだね。どうにかしよう。そして、赤信号とかあると思います。青信号になりました。はい、これ、もどかしいよね、この瞬間。わかるかな、これ、わかると思う。でもさ、赤信号だから、あ、よし、止まるかーってなったらさ、よし、止まるぞ、止まるって瞬間ぐらいに、青信号変わんの。もどかしくない？すごい。すごい。え、どうしてみたいな感じになるかな。ちょっと、全国の信号機諸君、私、もしくは、ちょっと、ね、皆様方のために、ちょっと、そのなんか、一瞬で変わるのをどうにかしてほしいっていう気持ちが、多々あります。多々あるでございます。やべえ、喋ることなくなった。うわ、対向車のライトが眩しいよって振り出しか乗せん。あとそうだ、思いついたわ。先週、そう、夏休みね、僕の知り合いとかも、まあ、学校に通ってる子も、その、なんだっけ、進学した方々は結構、その、なんだっけ、夏休み入ったから帰ってこられてるんだけどね、地元に帰ってきてるから久しぶりに会ったので、久しぶりに会ったら何したかって、FGO アーケード初めてやりました。初めてやった。いや、なんでそんな、もっとなんか話せよとか思うかもしれないけど、やっぱゲームなんだよね、やるのは。うん。ゲームクソ楽しいから、ちょっとね、その、出かけた先で、今ここにいるみたいな感じで、なんかたまたま近くにいたから、会って、で、FGO アーケードをやった。うん。で、福袋引いたよ、もちろん。福袋引いて、なんだっけ、何人引いたんだっけ、キャスター、何？福袋ってその、なんだっけ、あれ、なんだっけ、サーバントの、そのクラスごとに分かれてたっけな、アーケード。まあ、とりあえず、あれだと、その、なんだっけ、その、プロットマーニー、ね、プーリンね、通称プーリンさんね、あの人を、が欲しくて、狙って、引いた。何が出た？出ちゃいました。例の方出ちゃって、いや、やったーって思ったけど、いや、そんな FGO アーケードやりに行かないかもしれないんだよね。だから、そこが問題なんだよ、一番の。そこが問題だから、できるだけちょっと、ある、その、行ったところに、まあ、赴く機会はたくさんあるから、そこも、多分、またお盆の時に行くから、まあ、動画は割れないけど、それで、ね、行って楽しんでくるわ。でも、逆に、そう、さっきの話を比べてみてっていうか、まあ、さっきの話を踏まえると、FGO アーケード、ここで、思いっきりやると、くじが引けなくなる。くじが引けなくなる。そうなんだよ、そこなんだよ。で、しかも問題があるのが、なんだっけな、くじが引けなくなるんだけど、何より、その、俺の家の近くの店舗だと、すごい、あれなんだよね。なんだっけ、めっちゃ、ド忘れした。そう、回数制限が多くて、全然引けないの。
で、そこでさ、逆に、よし俺の番だ俺の番だよし行くぜってなってさ、行くじゃん。解消ってか、全部解消みたいな感じになって、ちょっと、うわぁ、残念だぁ、みたいな感じでやって、次の人が、やばい、上位賞見つけたはってなって、ちょっと、その辺の嫉妬の魂が強すぎるから、ちょっと嫌なんだよね。だから、ね、最近ね、考えてたことあるの。もったいないけど、一番口ロット買いしてみたいなってなんで。でも、その店舗でロット買いはさすがに、ちょっと武力行使すぎて、それはさすがに周りの人が、ドン引きしちゃうから、ネットで、ネットってか、それどうやってやるんだろうね。その店舗でお願い、注文をお願いして、ワンロット分買うので予約してくださいみたいな感じでお願いするのかな。で、それができるんなら、やってみたい気持ちはある。それで。まあ、本当に欲しいやつだけだけどね。うん。視聴者プレゼントとかはしないよ。うん。しないよ。しないってか、やり方がわかんないからね、まずね。うん。やり方わかんないから、その辺もまずできないから。と、まあ、こんな感じだわ。いや、もうちょっとで家着くから、その辺、この辺でね、じゃあそろそろ切っていこうと思いますね。こっから先、ね、やったらさすがにちょっと家の特徴出やすいと思うから、切っていきます。それじゃあね、今回の動画はここまでということで、もし聞こえていて、面白いなって思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、また、この、なんだっけ、巻家の帰宅時、もしくは、通勤時、もしくは、お出かけ時に、たまーにある雑談日記でした。ちょっと待って、めちゃめちゃ見えにくい。はい、バイバーイ。